きチャンネル。ちょっ、こんにちは。新企画発表です。新しい企画が始まりますか。誰が見る目があるのか、答えは半年後です。はい、はい、また答え合わせ系。はい、プロ野球各タイトル成績を元にですね、はい、僕と袴田さんと先生とで、はい、また選手を選抜します、はい、10億円選手みたいに、うん、でそれで12球団で今回は打率部門ということで、はい、一番高い打率を残せるのは誰かっていう、うん、各球団3人が1人ずつドラフトしていきます、はい、でもちろん被った選手は取れません。また取れないんですか。そうそうそう、もうこれ全部もう被ってもその人を予想ってことにしませんか。ダメ、被ったら取れない。取れないの。だから逆に言うと、はい、こう今までは2人だったから、はい、被ったらあれだけど、うん、3人になると、はい、被るだろうから、はい、あえて2番目のやつを取りに行って、そうですね、そしたら一、そしたらその選手が1番目になるわけよ、はい、本当はこの選手行きたいと、うん、でもどうせ2人言うやろと、うん、じゃあドラフトに最初取っとけば、はい、もうその選手取れなくなるから、うん、そのもし袴田さんの先生が被ったらもうドラフト3位になるわけよ、はい、だからその駆け引きもあるよね。なるほど。でもドラフトに選んじゃって1位たまたま取れたもあるから、うん、これ数が多ければ多いほど取れる可能性高くなるし戦略必要になる、はい、うん、だからもう潰しに行くとかなくなる。なるほど、はい、潰しちゃうとね、3人同時でいいのがなるといいんだけどね、はい、でこの今回は打率のルールなんですけども、うん、シーズン終了後、はい、その選手が打率何割何分何厘かっていうのが数字が出ます、うん、で12球団でだから1人12人選んでます、はい、打率を最後全部足します、はい、だから3割2分1厘だったら321点、はい、1割2分9厘だったら129点、うん、これを12人全員足して終わった時に一番高い得点になった人が勝ちです、はい、見る目あるってことです、うん、その中で規定打席ありますね、うん、規定打席に到達しなかった場合は、はい、マイナス100点になります、はい、だから3割2分1厘でも2割2分1厘になっちゃいます、うん、規定打席到達しないと、はい、で、規定打席200打席以下の場合は、うん、マイナス200点になります。おだから10試合しか出なかった打率3割5分だったけども、うん、マイナス200点で、はい、150点になります。そうですね、はい、そういうペナルティーはあります、うんうん、だから規定打席到達するのが一番いいですね。規定打席到達する人少ないですから意外と。そう、去年でもパ・リーグ21人しかいないんでね、うん、だそれを各球団、はい、もう12球団でセットパで分ける。12球団でもう12球団で、あ、じゃあ12球団でね、じゃあもう本当の、うん、もう自分の中のドラフトってことですね。そうだね。お、いいね。いいよ、はい、よし、じゃあそれね。誰にしよう。よし、じゃあ行こう。ちょっと待ってくださいね。もう俺1位決めたよ。ドラフト1位、第1巡打率王選択希望選手。ちょっと待って。いや、これね、被ったらあれやな。第1巡だからね、はい、だから第12巡まであるってことよ。で、各球団1人だからね、うん、はい、それで、うん、タイトルを選んだ選手がタイトルを取った場合、プラス100点になります、はい、首位打者取った場合は、うん、もし3割3分3厘で首位打者だと、433点になります。はい、いやー、面白いですね、うん、いや、これかなり期待してるからな。あれにしようか、ワンツースリーでも決め、ワンツースリーでもプラスアルファする。ああ、そうします、ね、だからタイトル取ったら100点、うん、で 2位の場合はじゃあ60点、うん、で3位の場合は30点にしようか、プラス、うんうん、そのボーナスとして、ボーナスね、うん、よし決めた。よし、いいですか。ドラ1、ドラ1ね、本当のドラ1だからね、ドラ1ね、首位打者のドラ1ね、うん、決めた。いい、いくよ。僕いいですよ、うん、せーの、クリスタ。お、分かれたね。お、俺は近藤、うん、ありますよね。なんか佐藤さん、私近藤来るだろうなと思ったんですよね。1位近藤、私あの栗原選手にしてみました。はい、僕は松本剛選手、うん、ソフトバンクの、ソフトバンクの、あの、もうオープン戦絶好調なんで、うん、このまま去年の分までやってくれるだろうという。近藤ね、これ選ばれる人嬉しいやろな。そうですね、うん、じゃあドラフト2位、せーの、佐野、佐野選手、佐野、あー、ありがとうございます。大島、僕は大島で、ね、決定ね。佐野選手とか選べないってことですか。うん、もう佐野は選べない。ダメですか。ダメ、もう佐野は選べない。ダメ。かぶったら選べないから。かぶったら選べない。佐野欲しかったな。いや、私もここはやっぱ安定なんですよ。じゃあ次行くよ。次行きます、うん、はい、いいですか。いいですよ。え、2巡目でしょ。2巡目、まだ2巡目、じゃあ2人で、はい、せーの、村上、岡林、
あ、村上選手ね。私、岡林選手。なんでみんな村上下げてたんですか。いや、かぶるかなと思って。ここは戦略あるからね。かぶるかな、あるから。打率だったらもしかしたら3割いかない可能性もあるじゃないですか、村上選手は。うんうん、確かに。だからでもやっぱ元気なやつも選ばなきゃいけないからね。うん、そうなんです。だから若くて、いい感じの人を岡林選手。じゃあもう岡林と大島選んでるから、俺もそう中日は最後まで取る必要で。まあそうですね。決めた。決めた。オッケー。いいですか。はい。先生、オッケー。オッケーです。はい。せーの、近本。ありがとうございます。中村翔吾。また？また？じゃ真似しないでくださいよ、本当に。近本いるよ。だって阪神はやっぱ近本でしょ。ありがとうございます。ください。近本選手ね。取れないの？春先がやっぱり僕不安なんで。いやでもやっぱそれでも3割弱はいつも残すよ、3割前後は。阪神はもうちょっと。そうしたらダメだよ、もうよ。2人でですよね。ああ、決まってます。どうしようかな。そうしても決めた。いいですか、はい、せーの、中野。ねえ、嘘でしょ。ねえ、ちょっと考えてること一緒じゃん。いや、どんどん楽なんですよ、潰し合いしてくれたら。いや、でもそんなことないよ。あの、先生も阪神から取れなくなっちゃう。いや、僕、本命は違いますもん、阪神ね、ちょっと何も取れないの？嘘。一緒の考えやめてよ。本当。やめてくださいよ。俺だって取りたいのよ。そうですよ。じゃあ私ここ行こう。いいですよ。いいですか。せーの。大山。私坂倉取りました。これ大山です。はい。阪神近本中野大山いなくなってきつくない？いや、きついですよ、本当。そういうのもあるからね。そうこれがやっぱかぶっちゃえよの醍醐味だから。そうですね、そうしないと、もう取るやつ決まってくるから、つまんないじゃん。じゃあ私、はい、次4巡目ね、はい、せーの、宮崎。おー、取れた。誰？宮崎。DNA。 あ、ですよね、DNA。 いや、私も DNA 先行っとこうかなと思ったけど、私阪神先生に取られる前に森下君行っとこうと思って、マッキーと宮崎。はい、そうなんですよね。そしたら私は DNA も取らなくていいってことか、後でいいってことか。うん、よし、決めた。せーの、源田。島内です。島内です。やめてよ。俺源田、源田、本当にもう源ちゃん、源田、本当にもう私かぶりまくりじゃん。かぶりーず、かぶりーずですよ。私も4人かぶってるんですから。全部かぶってる、もう。よし、源田取れた。でも楽天やめて、私も次楽天行くからさ。次楽天行くんで、先生楽天。私もう宣言するわ、楽天行く次。じゃあ行きます。はい、せーの、辰巳。なんで今行くって言ったじゃん。ねえ、いや、もうそこ行かないと思う。取れないじゃん、もう。なんでそんなかぶらすの。中村さんばっかり。本当ですよ、もう。いいさ。ちょっと待って、本当に待って。嘘でしょ。ね、次楽天行くのやめてくれる？そういうのやめて。そういうのやめてください。次楽天行くのやめて。私また被るからね。そういうのやめて。ここ行ってみようかな。いいですか。はい、行きますよ。はい。はい、せーの。鈴木大地。はい。高部。僕、鈴木大地。多分戻ってきましたもんね。うん、高部選手。DH で。DH で。第6巡目。第6巡。じゃあいいですか。待ってください。全然決まってないです。じゃあ、はい、決めた。いいですか。うん、はい。せーの、中川。おえ。あ、オリックス？うん、あ、全員オリックス。私も宗選手にします。宗。中川。中川。欲しかったー。中川欲しかったよ。去年めっちゃ良かったですからね。じゃあ次、じゃあ大津先生ね。せーの、森。俺は森、森友哉。はい。オリックス。あれ、源田通ってませんでした？オリックスだから、森友哉は FA を行きました。あ、間違えた。そうだ。あ、森、そうだった。何、森取られた。あ、そうだ。今いいや、オリックスだったの。何を言っちゃってんだよ。オリックス FA 移籍してるから。オリックスだったわ。そうだ。
はい、いきますよ。はい、はい、せーの、吉川。よし、じゃあ俺、吉川。はい、吉川直樹。ジャイアンツ。はい、私、あの日本ハムの上川畑。菊池、はい、広島、はい、うん、いいですか、はい、うん、せーの、山口。ん、丸。俺は山口、ロッテ、はい、長岡で、はい、ヤクルト。じゃあ私ヤクルトも取らなくていい、はい、決めた。じゃあいくよ、はい、うん、はい、いくよ、せーの、阿部。俺阿部、あ、楽天、楽天、うん、私は。あ、確かに阿部選手の方が出るかもな。私も小深田選手にします。今年はやる。先生誰？岡本です。あ、巨人、はい、うん、よし、決めた、はい、いいですか、うん、はい、10位、はい、はい、いきますよ、はい、せーの、マルチネス。山川。あ、かぶってますよ。え、僕山川持ってます、うん、え、本当？うん、もうだいぶ前に取ってる。え、最初山川取ったっけ？もう6位ぐらい取ってます。あ、早く。え、忘れた。山川と源田。源田か、あ、そうか。俺マルチネス、アリエル、日本。あ、アリエルね。僕ノイジーで、うん、ノイジーね。ノイジーね。ノイジー、いいね、いいね。じゃあ私、あの、すみません、友崎にします。で、あともう被らないので、はい、うん、もうじゃあ被らないから、もう好きなように言おうよ、はい、言いましょう、はい、じゃあ先生は。僕11巡目でソフトバンクの、うん、柳田選手。お、柳田、はい、ギータ、ギータ、ギータ誰も取ってなかったの、はい、まあ、そっか、もう一番最初いなくなったからね。そうそう、私栗原選手取ったから、うん、からの 12番目に野口、うん、オリックス、うん、野口ね、もう期待込めていきます、うんうん、これはちょっとね、今ショートがもう野口選手になってるもんね。そうなんですよ。紅林くん頑張ってよっていうね、こう言えました、うん、はい、俺は中日がビシエドで、広島が西川。ああ、はい、うん、あれ、DeNA って佐藤さんが誰？宮崎選手か。で、牧選手ね、うん、今ね、2択すっごい迷ってる。いや、ね、俺もまず全員規定打席到達するからね。いや、わかんないです、それはわかんないです。いや、もう怪我しなかったら全員もう定位置確保の人しかいないから。ちょっと私と先生勝負いってるとかあるもんね。いやいや、それ取れなかったからでしょ。そうだって僕、サトテルイカンのノイジーいってますからね、うん、そうだね。そうなんですよ。で、私5人被ってるのが痛いんだよな、これ。俺はもう選ぶ選手が申し訳ないけど、その綺麗な時に到達しないんちゃうかっていうような選手が多いチームをもう早めに取ってんだよ。でも阪神ももう近本、中野がメインだから、とりあえず早く取りたかったけど取れなかったから、もうあともう大山しかいないわけ、俺の中では。で、宮崎もあのもう佐野がいなくなったら、もう宮崎しか俺はもう3割確実に打つってなるといなくなるから、はい、うん。で、西武ももう、西武で3割打つであと源田ぐらいしか思いつかへんから。うわ、2択。私、じゃあ DeNA、ちょっとさ、林選手にかけてみたいところもあるんだよ。うわ、いいっすね、うん。そういうところでいこうかな。私、ちょっと林選手にかけてみます。200打席いかなかった。マイナス200点だから、ね、うん。いいよ、別に。もうかける。かける。で、ヤクルトが、うん、あれ、長岡選手と村上さんか。うん。山田です。じゃあ、今年の山田さんはやるかな。塩見もいるじゃん。そうそう、塩見さん出遅れちゃってるじゃないですか、うん、そこでちょっと下げちゃったんですね。もうこの侍ジャパンの勢いのまま山田が来る。山田にします。はいはい、はい、できました。で、これの、半年後の罰ゲームは、罰ゲームあるんですか、うん、今まで10億円で1回も罰ゲームやってないのに、ね、3人でやるからだって。あ、3人で、うん、罰はやめましょうよ。罰ゲームはなんか罰あるといきなりやる気なんかちょっとなくなっちゃうんで。そう、野球は楽しいってこと、 WBC で教わったのに楽しくなくなっちゃうんで、今回の初代王者を決めて最弱みたいなやつでしょ。そうなの、うん、じゃあ全部足して、全部 いろんなやつやるじゃん、はい、あ、5部、うん、全部の部門足して6部門、1位を1回も取れなかったら罰ゲームね。1位を1回も取れなかったら罰ゲーム。そんなことないじゃん、だって。いや、あるないよ、だって 1,2,3,4,5,6 部門あんだよ。6部門あって1位が1回も取れなかったら罰ゲーム。でもこれ僕らが選んでますけど、ヤノが選手なんで、うん、マリンが選手なんですよ、僕らが。うん、だってその選手を選んでるじゃん。もうなんか罰ゲームあると一気になんかね、野球が楽しくなくなっちゃいますよね。いや、もう全力で応援するから頑張れっつって。まあ、そうです、頑張れっつって。いやー、まあだからね、うん、皆さんもね、ちょっと一緒にやってみたら面白いと思うんで、はい、ぜひやってみてください、はい。さあ、今回は
ホームラン数、うん、誰が一番見極めれるか、まあ、打率とね、はい、一緒です、はい、でこれはもうあのマイナス点とかないんで、うん、もう積み上げ式です、はい、各球団一人ずつ選んで、かぶったらその選手は取れません、はい、ドラフト指名で全員のホームラン数を足して、うん、一番ホームランが多かった人が見る目あるってことです、はい、でもかぶりがひどいんですよこれ。いやでもこれはもうかぶって大きいの取れないんだったら、うん、2番目のやつ2人で取れた方が高くなるからね。そうですね、これはもう誰から行くかで、ね、そうですね、問題よ。さあ行こうよ。もう1番手を行くのか。だってもうホームランの1番手なんて、うん、もう大体考えること一緒じゃないですか、うん、だからあとは誰から取っていくかだから、ね、誰から取るかなんですよね、うん、さあということで、はい、じゃあドラフト1位からもう決まりましたか。1位どっから行くかですよね、本当に。これもうね、かぶっちゃダメだからね、もう絶対取れるやつで行きたいからね、うん、そうなんですよね。こう駆け引きだね、うん、じゃんけんじゃないからね、もう取れなくなるからね。そのじゃんけんがいい。で各球団1人で、はい、じゃあドラフト1位いいですか。緊張するね、これは。はい、もう本当にドラフトですね、うんうん、じゃあ行きますよ、はい、せーの、村上。あれ、奇遇ですね。結局ですか。奇遇ですね、はい、いやもうずらそうかと思ったけど、思ったけどやっぱもう言っとかないとと、みんなそう裏書くと思ったんで、うん、あれ意外と取れたり、いやもう私は佐藤さん絶対村上で来るだろうなってのは分かりました。じゃあ2個目いきますよ。うわ、どこ行こう。いいですか。はい、はい、待って、これかぶりたくないよ。さあ行きますよ。行きますよ。せーの、岡本いやーねーなー、私山川行くまでも どっち行っても被ってましたね。山川ね、はい、ありがとうございます。じゃあ私決めた。もう決めた、うん、決めた。せーの、柳田。あ、そう、柳田選手か浅村選手か迷った。浅村選手で。じゃあ聞いたね。よし、次いいですよ、はい、決めた、はい、せーの、マキ。マキ。マキ、よし、マーしか聞こえなかったから。また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 ですか。もうやめてよ、かぶすの。マキ欲しかったよ。はい、いいですか。決めた、はい、せーの、佐野。佐野です。私はヤクルトの山田選手です。 DeNA、 はい、はい、続いて、はい、いいですか、うん、いきますよ、はい、せーの、大山。私はロッテの山口選手。大山、ビシエドね、はい、中日。次ね、次どこ行こうかな。さあちょっと待って、まだ決めてない。OK。 いいですか、はい、せーの、アキーノ。あれ、清宮。清宮ね、アキーノ。いや、アキーノと杉本どっち先行こうかなと思って。まあまあ、いいか。さあ、駆け引きが、はい、繰り広げられてますが、いいですか、はい、5巡目。まだです。まだなの、はい、まだです。チームとしてどこ行こうみたいなのが。そうなんですよね。俺はもうビシエド取られた瞬間にもうアキーノやと思ってね、うん。いないですもういないからね、他はね、本当に、うん、はい、いいですか、はい、いいですか、はい、いきますよ、はい、せーの、森。森友也。あー、そうだった、忘れてた。あ、でも私もオリックス杉本取ってたわ、はい、私マクブルーム。マクブルームね。先生は栗原、うん、ソフトバンク、はい、6人目ですね、うん、はい、はい、せーの、万波。え、中田選手、うん、中田翔。俺、万波。僕、坂倉。じゃあ俺も広島は後でいいですね。よし、はい、行きますよ、はい、はい、いいですか、はい、はい、せーの、外崎。ん、俺、外崎。私、ペイトンにしました。僕、ボランコ、うん、どこでセブン埋まったんだ。決めました。じゃあいいですか、はい、はい、8番目、せーの、ギッテンス。ねえ、なんもやだ、本当に。この俺、ギッテンス。ギッテンスね、うん、楽天。もう、はい、決めた。
せーの、森下。もう先生すぐ真似ずる。阪神いなくなっちゃったよ。もうまだいるやん、ミエセスとかいるじゃん。いるけど、でもこうやって2人でずっと阪神言い続けてたらね、終わんないからね。いや、そう、ちょっと違うやつ、阪神のね、違うやつ言えばいいじゃん。確かに。いいね、潰し合おうよ。そしたら減っていくからね、打つやつが。本当そうなんですよね。そうなんですよ。先生だからもう、潰し合うのやめよう。いや、そう、狙ってませんもん。うん、そうそうそう。さあ、続いて。はい、いいですか。いいですか。ちょっと待って。やばい、また一緒かもしれない、先生。いいですよ。はい、行くよ。はい。せーの、ノイジー。ほらー。はい、続いて。いいね、佐藤テル、森下、ノイジーいなくなって最高だね。もうどっちかがずらせばさ、普通に取れたのにね。いいですか。はい、せーの、宮崎。近本と宮崎です。はい、まあまあ近本もな、10本ぐらい打つ可能性10万ある、はい、去年3本ぐらいなんですよ、確かに。多分去年はあの連続ヒットがあったから、多分ホームランとかよりもヒットを狙いに行った打数があったと思うんだよね、あれね。でちょっと減らしてる。さあ、はい、9巡目、いいですか。宮崎さんですか。宮崎さん、 DNA ね。わ、これ絶対ガムロ。そうか、分かってた。じゃあかぶっちゃうな。うわー、ついコースの試合か。うん、うわー。私多分もう3つとも3人とも選んでるの、2人とも選んでるのでかぶんないです。あと4つだよ。4つ ?DeNA、阪神、ソフトバンク、中日でしょ。 DeNA さっき宮崎さんや選んでる。ああ、阪神、ソフトバンク、中日、ロッテ、ロッテ、ロッテも選んでるの。あれ ?1,2,3,4,5,6 あれ、ほんとあと4人だ。ん、あ、日本ハムだなった、うん、でも日本ハム2人とも選んでますよね。そう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 。じゃあ私もう誰でもかぶんないですね。うん、じゃあ俺と先生や、うん、はい、いくよ。せーの、オスナ。絶対に来ると思った。いや、そりゃそうだよね。そりゃそうでしょう。せーの、サンタナ。潰し合いだ。この2回もこんなにしたから俺かけるわけで。そっか、うん、はい、いくよ、はい、せーの、塩見。さあ、いくよ。でももうこれは被らないですね。うん、せーの、長岡。ちょっと潰し合いしてる。それはやばいよ、お前。これやったらあかん、うん、一番やったらあかんパターンだよ。全部取っちゃいます。いいですか。せーの、中村。めっちゃあかんすね。めっちゃあかんすね。あ、次行くよ。せーの、丸山。あ、僕も内山で、うん、俺も丸山。ヤクルト、こっちサンタナとオスナで分け合おうよ。そうっすよね、うん、そう、本当それをすれば一番良かったんですよね。で、俺はあとロッテ、広島、巨人だから、うん、僕両方取ってます。うん、でみんなもうあと自由だよ。はい、自由ですね。うん、ヤガマさん次。私日本、9巡目、日本ハムのアルカンタラ。うん、アルカンタラね。はい、あと3人。もう私阪神でさっき同じことしたんで3人潰したっていう。で俺ね、10位はね、広島の西川。うん、僕そう、 DeNA ね。はい、阪神が、阪神いないですよ、うん、もう中野とかしか。うん、そうだ、もう中野かな次。梅野とかある。うん、中野選手で。ミエセスいるよ、ミエセス。確かに。中野選手でお願いします。だ、佐藤輝と森下選手かノイジーを先生と分け合えばよかったんだよね。全部同じ順番 で俺が次11番目がロッテ、うん、中村翔吾、うん、僕楽天、11巡目楽天、島内。中村さんどうですか。次ちょっと待って、あとソフトバンクと中日なんだ。阪神誰でしたか。中野選手、はい、で俺12巡目は巨人、ブリンソン。うん、オリックスは中野は消えた。うん、あれ近藤取られてないか。取ってないです。あ、そっか、うん、あ、じゃあ近藤に。近藤の試合数かけて、うん、昨年8本ですけども10何本打ってくれると信じます。う
言わなかったら本当知らなかったよ、思い出してなかったよ。あの確かに今、あ、そっかってなった。俺もずっと思ってたから、ね、近藤いるやんと思ってたけど。近藤で必ず仕上げるからね、はい、じゃあ私あの、ま、日の宅でいきます。日の宅、はい、はい、できた。さあ、ということで、わー、ね、もうこれ潰し合いが、それは戦略だからね、うん、もっと早くあの森下とか行っときゃ取れたけど、いやそう、私先に里出行っとけばよかったなとか、だからもう俺は早めにもう大山行っといたと、うんうんうん、大山も秋井のね、もう俺の正解、まあ、俺の中の正解は大山秋井の森を早めに取れたことだ。私なんであの巨人の中田選手行く前に里出行かなかったんだろうっていう今そこの悔やみですね。ジャイアンツ多いんですよ、うん、いるね、岡本君も、うん、多いからね、そう、ブリンソンも、ね、うん、選べたしっていう、ね、俺はもう広島も坂倉、あのマクブルーム、西川で誰でもよかったのよ、うん、だからあの最初に取りに行かなかったのと、でも正直阪神もいればいるじゃん、里出森下ノイジーがいるから、まあ、誰か取れるでしょって思って後にしてたら一緒に被っちゃったっていうね、タイミングかな、ためたらダメなのよ、うん、一番目に取ると取りやすいよね、うん、でもこうじゃあ次阪神行こうのタイミングなんだね。だってもうやこの9番目のヤクルトなんてもう行くしかないもんな。行くしかない。だってあとヤクルト以外は他も全員被らないから、うん、だからこの被るのを残しすぎちゃうと、うん、あれだね、被っちゃうね。あえてこう同じこうどん一緒に言ってて潰しちゃうのが一番もったいないんですけど、だからあと他にまだ候補いる中で俺はもうアキーノ行けたのが良かった、うん、先生がビシエド取ったからもうこれアキーノ行かなきゃいねえぞみたいな、ホームラン量、しかもドラゴンズなんて球場広いから、うん、ただでさえ少ないのにみたいな。そうですね、うん、いや、まあ、私で DeNA も早めに負け取っとこうと思ったらかぶっちゃって、うん、私今回また5人かぶりました、うん、かぶるっすね、うん、前回も5人、前回も5人、今回も5人かぶりました、うん、俺だって今回かぶったのは牧とヤクルトのとこだけだからね。先生めっちゃかぶったじゃない。 あと村上か、もうかぶってます、うん、あ、そう、私6人だ、村上入れたら阪神はヤクルトでね、潰し合いしてね、だから村上、牧、ヤクルトだけかぶったの、うん、私、村上、岡本、牧、サトテル、森下、ノイジーかぶりました、うん、万波が量産してくれたらね、いいんだけど、うん、でも可能性ありますね。俺も先生が興味を早めに取ったから、はい、いやもう万波ちょっと早めに行かないかなと思ってて、うん、万波かアリエル・マルティネスにしようと思ってた、はいはい、マルカンタラ去年そこそこ打ってるんですよ。でも出てくれれば、そう、ずっと出ないからね、うん、そうなんですよ、出てくれたら、うん、そこが問題なんだよね。そうなんですよ、だからちょっと不安なんですけど、そうなんです、試合数が問題なんですよ、うん、俺はもうギッテンスが怪我しないこと期待してるこれ怪我しなかったら30発あるからねあるある、怪我しなかったオープン戦結構調子いいんですよ、ギッテンス。そう私もまあ浅村、ギッテンス、島内どれか取ろうっていう感じでしたね。いや楽しみです、ね、うん、ということでじゃあ答えは1年後なんで、はい、まあ、皆さんもねぜひ一緒にやってみてください、はい、今日は勝ち星編です、はいはい、12球団ドラフトで、はい、誰が一番全員足したら一番勝ち星が高いか勝負です、はい、ね、皆さんもぜひ、ね、チェックして誰が、ね、うん、勝つか、はい、あの予想してください、はい、これはもう戦略ですよ、はい、どこのドラフト誰を行くかで、うん、かぶってもう本当ね、打点の時のヤクルトとか、はい、うん、あのもうその前の墓場する阪神みたいなことになったら、うん、本当に大変です、あれ地獄よ、はい、ピッチャーかけられるからね、はい、でもその代わりリリーフでも昔の木澤とか、はい、昔の、俺らの時だったホークスの篠原とかみたいに、うん、リリーフなのに最多勝利取るみたいなのあるからね、はい、そうですね、うん、だから別に先発じゃなくてもいいからね、うん、難しいな、リリーフ選ぶって結構難しいな。いでもあれだよ、もうかぶっていったらリリーフしか選べないから、まあ、そうですね、ああ、まあ、そうなったらね、はい、だから戦略とかどういくかが勝負だね、はい、ちょっとかぶせないでよ、本当に。いやもうドラフト1位勝負だからね、マジでかぶせないでよ、ドラフト1位どこ行くかが、ドラ1ね、ああ、うわ、これもう1位こんないるのにかぶった地獄だよ、本当ですよ。でもかぶったら自分らも地獄じゃん、うん、もし俺と先生かぶったら袴さんも地獄だから、ね、どんどんいなくなるから確かにそうですよねえ、待って、だってみんな地獄になるからね、はい、1人取ってて、うん、2、3、そのチームで 2,3 番目取るんでかぶったらもう嬉しくてたまんないけど、そうですね、うん、一番最初かぶったら全員地獄よ、うん、ってことは、ね、もう最初もうかぶせに行く か、 だかこれもうみんな一緒にやってても面白いよね、見ながら、そうですね、うん、おー、かぶったとかね、見てる方もね、うん、1巡目どこ行くか、うん、行きますか、じゃあいい、
いいっすよ。いや、これによってそのピッチャーの信頼度の高い順って言ってもあれだからね。そうですよね、うん、ここまでまだ開幕してもないのに、そうです、信頼度どこまで高いのかにもよるからね。一巡目よ。はい、いいですか。いや、もう、はい、 OK、 はい、せーの、藤井。うわー、もう本当にやめて先生。よし、絶対山本やん。いや、もう俺はもう山本はもう山本捨てたのよ、うん、もう俺は、はい、あのもうだからソフトバンクの藤井です。はい、いいもんな。いや先生、セリーグ行くかなと思ったんだよな。いいね、これはいいね。一巡目取れたら気もいいね。いや、山本くんね。はい、じゃあ行きましょう。え、じゃあもう私はあそこ行くからね。先生、本当にかぶせたら地獄だからね。いや、だからそれはもう、それは分かんないよね。分かんないじゃないですか。本当に地獄。まあでも一巡目取れなかったでも、佐藤さんも次取れないってことだから。そうですよ。うん、そうそう、はい、じゃあ行きましょう。せーの、青柳。佐々木朗希。あー、いや迷った、私も佐々木朗希すっごい迷った。はい、いや、もう行きます。私、青柳投手で。これ一つの難点あるからね。はい、そのチームのリリーフを見ないと、なおえパターンあるからね。確かに、いいピッチングしたのに勝ちつきませんみたいな、うん、だからそこも考えて飛んなきゃいけないからね。なおえパターンってあれですか。なお、え、うん、なおエンジェルス、ちょっと待ってましたね。巨人のなおえかな。はい、いや、かぶりたくない。いいですか。いいですよ。はい、せーの、宮城。あ、かぶなかった。オリックス宮城。はい、私は戸郷投手、ジャイアンツで、先生が高橋光南。はい、オリックスは山本いなくなったからね、うん、早く宮城を取ってきたいっていう、ね、うん、これむずいぞ。各チーム3人。いや、これはめっちゃ、これかぶったら地獄だからね。本当にそうですよ、うん、だってもう下手したって3番手で10勝したらすごいからね、うん、そのチーム。そうですよね、絶対上位いってますもんね、うん、はい、いいですよ、はい、いきますよ、せーの、今永。高橋宏斗。あー、今永。私、高橋宏斗投手。佐藤さん、今永投手、うん、先生が伊藤博美投手。あー、ファイターズ高橋宏斗投手。はい、今ならね。いや、かぶらないね。かぶないですね。あ、まあ、ピッチャーいっぱいいるからな。うん、あそこかな。はい、いいですか。はい、せーの、マーク。マーク、マーク。あー、取りたかった。私、小川投手、ヤクルト。決めた。早いね、うん、次はもうこれって決めてたんで。最初から決めてましたパターン。はい、決めてます。いいですか。せーの、トコだ。俺、トコだ。森下。そっちですか。はい、そっち行きました。ちょっとあの出だし遅れるよ。出だし遅れる。ゴールデンくらいに合流するという情報を掴んでました。じゃあ私カープは後で。私、則本投手。俺もトコ派だから。トコ派、うん、僕森下、うん、ちょっとあれだね、俺がマーク行ったから焦ったパターンだね。もうマーか乗り物が絶対欲しかったんで。マー乗り。マー乗り絶対欲しかったので。これ見てると面白いよね。あれそれ行ったか、うもう行っとかなきゃパターンで。そうそう、ここで一番最悪なのが、うん、そっから被り出す。そう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 。二人がね、それを思っちゃうと地獄のあのオスナサンタナパターンになっていくからね。でもマー君、則本どっち行こうかなってめっちゃ迷ったんですよ。でマー君言ってくれたんで、じゃあもう則本で、先生がこれ被せに来たらどうしようかと本当に思って。さあ次だな。これ順番ほんとマジ重要だからね。そうなんですよ。ちょっと待ってくださいね。これはマジ順番大切や。そのピッチャーがいいっていうのは大前提なんだけど。そうなんですよ、その順番やですね。うん、決めた。いいですか。決めた。はい、いいですか。はい、せーの、タイラ。おいし、よし、タイラ。あー、もう私も絶対どっかで行こうと思いましたけど、もう私は東投手にしました。 DeNA。 ジャイアンツ、グリフィン。はい、じゃあ俺はもうジャイアンツいいでしょ。で DeNA、東ね。平良、OK。 6球団か今。うん、
あと半分。まだあと6球団か。決めた。はい。決めましたか。あ、ちょっと待ってください。ローテーションがどうなるんだ。はい、決めました。はい、いいですか。はい、いいですか。うん、せーの、高橋奎二。取りたかった。ヤクルト、俺は高橋奎二。私はもう小川投手、高橋奎二投手めっちゃ迷いました、ヤクルト入れるとき。でもケーキ入れとかなきゃいけないよ、俺は。でも絶対佐藤さん、高橋奎二投手行くだろうなっていう。いやでも俺迷ったんだよ。あの吉村でもいいんだよ、だって思って。ルーキーのね。でもやっぱお前取っとこうと思って。はい。高橋誰さ。あれ、私も誰って言ったっけ。はい、じゃあもう危険。いや、ちょっと待って。危険、はい、一人危険。あ、小島投手、小島投手。小島ね。小島投手。ロッテ？ロッテの。あの、死神ついてるよ。大丈夫あの、いいピッチングしても勝たれへんっていう。大丈夫。呪いが。いや、そんな呪い大丈夫っすよ。去年も、はい、だからもう隅田と一緒よ。そうですね。去年も、いいピッチングしても、ノーエンゴよ。いや、でも、あるかもしれないじゃん、今年はっていう。うん、え、先生誰だっけ。あ、西勇輝。西勇輝です。いつよ。はい、決めた。はい、いいですか。はい、いや迷うな俺。迷うな。迷うよね。迷う。決めました。はい、いいはい、せーの、噂は。いや私も行きたかった。噂は投手、私山岡投手、オリックス、オリックス。噂は投手ファイターズで、先生が僕は和田。ああ、フォークスのかけます。はい、42歳、うん、ってことはファイターズも私は取って大丈夫。フォークスもだ。あ、じゃあ私もあとかぶんないです。うん、俺ももうあとかぶんないよ。はい、じゃあみんな一人ずつ言って感じですね。そうだね、そうだね。ゆっくり決めようかな。ゆっくり決めよう。うん、私じゃあフォークス、大関投手。僕ヤクルトはサイスニーといきます。はい、うん、俺じゃあ巨人はビーティ。オリックス山下俊平です。うん、じゃあ俺中日は大野。はい。雄大。はい。あんま被らなかったねピッチャーは。そうですね。ええ、じゃあ私ファイターズルーキーにかけてみようか。お、いいじゃないですか。金村くん。じゃあ金村くん。で俺阪神は佐伯。おー、はい、いいっすね。いいですね。気持ちよさ。僕もっとバグチーいきます。はい、DeNA バウアーやってくれという期待で。まあまあね、はい、大物が来日しましたから ね、 大物ね、うん、よし俺ロッテ、はい、種市。おお、復活組で、うん、よっしゃ。僕じゃあ楽天早川いきます。はい、今年いい感じですから ね、 そうですね。オープン戦も投げてて、ね、すごい評価良かった。はい、多分このチャンネルも見てると思う。そうだ、そうだ、あの早川投手、佐藤さんのファンらしいですよ。そうだよ、だから俺のキャッチャー見てほしいって言われてあげたもん。あ、え、直接言われたんですか。和久井から連絡して。あ、へえ。でも本当になんか昔から千葉だから佐藤さんのすごいファンらしいですよ。キャッチャー見てほしいって、じゃあで早川言ってるって和久井から連絡来て、うん、じゃあ今度行く時持って行くわって言ってで、あげた。うん、そうそう、だからきっと見てくれてると思います。そうなん、喜んでるよ。じゃあいいじゃないですか。きっときっと見てるかは、ね、佐藤さんのファンだけど見てるかしら、ね、源田見てくれてるらしいから。あ、そうなんですね。あ、言ってましたね。源田さんの奥さん YouTube 入りましたからね。そうなん、はい、一発目の動画で100万超えてましたよ。そうなん、すごい、すごい。あ、やっぱ野木さんの方はすごいですね。江藤さんと俺だってマイアミで写真撮ってるから一緒に。写真撮っただけですよね。広島しかも呼ばれてる。一緒に撮ってくださいって。佐々木さん、だまあプロ野球ニュースで一緒にやってたっていうのもある。あ、そうかそうか。あ、おお、来てるんですねっつって、で写真めっちゃいい感じで。いい感じに。いい感じで。じゃああと二人選んでないですね。いい感じで。どっちがいいんだろうな。ライオンズやっぱピッチャーいいですね。いますね。じゃあライオンズ今井投手。うん。いや松本投手のすっごい迷って。僕与座投手と迷いますね。あ、私今井、松本どっちにしようみたいな。あとカーブ。何気にエンスもいいよ。いや、そうなんですよね。多いですもんね。今ライオンズいるんですよね、はい、だからあんまり困らないっていう。私最後大瀬良投手で。
うん、ということでね、はい、皆さんぜひね、誰が当たるか、うんね、誰に1票なのか、であとは、うん、俺らが選んだピッチャーを何勝するかとか予想して、あ、そうですね、でどういう得点になって誰が勝つかとか、うん、やっと面白いと思います。そうですね、で、はい、俺は全員10勝すると思う。そういうのが自信満々にあるかな。ちなみに確認する、負けが引かれることないですね。貯金数、いや、こうやって勝ち星だけ、これ勝ち星だけ、積み重ねだから。あ、よかったです、楽しみにしておきましょう、はい、答えはね、半年後なんでね。誰が一番信頼性ある、うん、チームのために貯金をどれだけ作れるか、12球団ドラフト。はい、いやー、むずい。でしかもこれはですね、はい、前回の、勝ち星、うん、そして防御率で選んだ選手を取ることはできません。うわー、だからあの今ここにじゃあ一覧出していただいて、はい、各球団こんだけの選手はもう今もう選ばれてるんで、その選手は選べない。はい、それ以外でどれだけ信頼性がチームの中であるか、はい、ドラフトです。そうですね、だからもうソフトバンクで言えば藤井、和田、大関、オスナ、モイネロは取れません。はい、でこれはもうリリーフも OK ですから。そうですね、はい、これはもう、うん、勝ち引く負けの全部の合計、うん、はい、これもうマイナスになったらやばいよ、見る目が。マイナスもあるからね。全然あるじゃないですか。あります、あります、はい、だって先発ピッチャーだってね、もしかしたら8勝10敗もあるかもしれないし、ね、そうだったらマイスになっちゃいますからね。だからリリーフでも4勝1敗とかあるから、あります、あります、そうしたらプラス3になるから、うん、だからそういうのを見越してですよね。そう、まあ、リリーフってでもいいピッチング続けてたらどっかで勝ちますもんね。これでもどこから行くかは、そうなんですよ、超難しいな。ここはもう規定投球回とかね、全くないからね。はい、もうただ勝ち負けのプラスマイナスですよね。でどこから誰から、うん、もう結構いないからね。そうなんですよね。俺はもう第一順、私も最初から決めてました。はい、決めました。決めましたか。はい、いいですか。はい、これ信頼が厚いよ。ああ、でも、あと、だって貯金どれだけ作るかだからね、はい、しかもこの選手が選べないからね、はい、これ相当価値高いですよ、ここで選ばれて1巡目。そうですね、いいですか、佐々木さんが選ばれたって、うん、じゃあ、はい、いいですか、はい、はい、せーの、柳、おーし、変わってない。俺、中日柳、はい、私、ライオンズ松本渡る投手、おー、で、いいね、はい、東浜投手が先生、はい、で、柳投手ね。いや、俺も東山迷ったのよ。うん、私も最初に結構ね、行くか迷ったけど、でもやっぱりちょっと中日がね、うん、小笠原王の高橋宏斗もいないからね。そうですね三本柱が。次いいですか。あ、ここ行きたいけどな。じゃあ2巡目いいですか。決めた。私は、はい、すごい好きな選手いきます、はい、もうちょっと僕もそっちに行きます。うん、もう期待で、はい、せーの、西川純也。西純也、はい、俺はもう石川、ソフトバンク、うん、で俺もセーブ、もう早くもセーブもう取る必要なくなった。ああ、そうですね、2巡目で。え、これはリリーフ6とかないですよね。全然それはない、全然ない。え、なしですか。うん、その縛りなしですか。なし、だって、何や、だってそれだって関係ないやん、なんか別に。ああ、じゃあいいですよ、よかった、めっちゃ気にしてたし。そうか、はい、よし、はい、じゃあ私ここ行こっかな。え、いい、決まりましたか。はい、決まった。いいぞ。いい、あ、また、あ、いいよ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 、オッケー、はい、いいですか。はい、せーの、吉村。俺ヤクルト吉村。ああ、いいですね。私は楽天、滝中投手で、先生が2番ロッテ、はい、貯金だからね。そうなんですよ、はい、よし、じゃあ決めた、 OK、はい、せーの、加藤隆。俺日本ハム加藤隆。ああ、そうだ、私はカープの遠藤投手。おお、いいね。阪神の伊藤将司。これで俺、阪神も、あ、そうだ、もういい、早いね、みんな被せるね。
あれ先生、あれ佐藤さんどこ誰でしたっけ。俺加藤隆、日本ハム。リリーフとかどうなるか分かんないから選びづらいよね。はい、どうしよっかな、これここ行ってみようかな。 OK、 ちょっと浅い。よし、決めた。いいですか。はい、せーの、田島。俺田島、オリックス、うん、私はヤクルト木澤投手。お、リリーフ。はい、木澤投手、去年そうだね、うん、貯金結構作ってるんで。はい、大丈夫でしょう。夜もいいよ、はい、OK、よ。ちょっと待ってください。はい、せ、ここはでも被んないからな、多分。いいですか、まあ、いいか。はい、せーの、岸。菅野知ってた。菅野ですよ。いや、俺菅野、俺いつ行こうか迷ってて。いや、そうなんですよね。でもいつ戻ってくるかっていうのはちょっと分かんないしなっていうのは。もうジャイアンツのエース入ってないことはちょっとね、うん、そうですね。はい、私オリックスの本田仁美投手、リリーフで、リリーフで、まあ、ラオウがホームラン途中で打ってひっくり返すっていう。岸ね。俺は岸だって、うん、はい、よし、ここにした。そこにした。うん、ここにした。もう私、あれです。もう貯金とかわかんないからさ。オッケー。いいですか。期待してる選手って感じですね。難しいですね。はい。いいですか。せーの、横川。うわ、かぶった。もうここで。うわ、ここで。ここでかぶる？マジで。横川かぶった。ちょっと心情的に説明すると、菅野がいなくなって焦って巨人取んなきゃって言って横川にしようっていう、はい、しかも私今ジャイアンツいないんだよなってこうやって見てたから、さすがにもうちょっと外してくるかなと思ったんですよね。え、誰？栗、広島。横川取れないの？マジか。これちょっともう潰し合いやめましょうよ、潰し合い。うん、そうだね。はい、いいですか、せーの、直江。直江とめっちゃ迷いました。どっちにしようかな。直江、いい働きしますからね、うん、はい、私は赤星投手が今年は頑張ってくれる、うん、やだな、佐藤さんと被ったらやだな。よし、OK、はい、せーの、石田。メルセデス。俺、石田。DNA。 私、ロッテ、メルセデス。メルセデスね、うん、期待大。はい、で、佐藤さんが石田、DNA。 先生はピーターズ。ピーターズ、ヤクルト。はい、あと4つ、俺はもう被らない。俺だからもう DNA、 今俺、本当はロッテ行こうと思ってて、はい、西野、うん、俺はね。で、西野行こうと思ってたら、あとどこ取ってない、え、DNA 誰も取ってないじゃんと思って、もう早速と思って。あ、なるほど。僕 DNA 決まってます。あ、じゃあ、はい、DNA。 今もうでも DNA 行くの？だって DNA だけで、あと、そっか、かぶってないの。だからもう DNA 行くし、だからさっきの、いや、中日もなんですよ。あ、まだ中日と DNA、うん、2人とも。はい、でも僕 DNA 2枚あるんで、別にかぶっても大丈夫です。だからさっき今のでいいですよ。じゃあどっちがさっき DeNA と中日行くかが勝負だね。そうですね。じゃあ欲しいのは中日です。もう俺はロッテ、広島、阪神、西武かぶらないから、ね、ゆっくり考えてて。俺もう次ロッテね、西野、うん、もうここ頑張って。はい、いいっすか。ちょっと待って、苦しい。じゃあ僕かぶってないとこ取っていいですか？うん、もちろん。じゃあ楽天、安楽。じゃあ俺阪神は、うん、いや阪神どっちにしようかな、岩崎と浜地。浜地っすね。分からんやん、もうこんな運やん。確実に、じゃあ行きますか。はい、行きます。はい、ここで行きましょう。もうここ行ってみよう。どっち行きます？いいね。ああ、やめましょうか。うん、いいよ。じゃあ僕 DNA。 ああ、はい、駆け引き、駆け引き。いよいよ、はい、せーの、涌井。
かぶるね。あの今の嘘なんですか。いやそれ駆け引きだから。僕はホームランもう涌井選手しかいないと思ってた。いやもう私ももうあの涌井投手しか考えてなくて今次考えた。俺阪神はね岩崎にする。はい。かぶるね。私今日かぶるな。そう。かぶるのが好きだ。うん、最悪だ。横側もかぶったし最悪だもん。もう今も DNA DNA ずっと言ってたのに先生。もう嘘つき嫌い。本当もう。よし、じゃあ俺ね西武はね水上にする。いないもんね、はい、水上は。いないです。はい。いいっしょ、小川さん。いい？はい。はい。もう完全に DNA だから。はい。せーの、タイガー。最悪。平来るなと思ってたんですよ。最悪。もうかぶすね。先にこっち行けばよかった。もう先生が DNA DNA 言ってるからじゃあもう涌井投手先行こうと思ったのにさ。そこら辺が駆け引きだから。もう。よし、じゃあ俺広島。玉村にするわ。じゃあぽいね。うん。はい。か、いいですか。いいですか。はい。でも、もうかぶりそうで嫌だこれ。もうかぶせないです、大丈夫です。本当？もう大丈夫です。はい、私は自分と関わりのある人を選ぶ。あ、OK です。はい、僕は外します。はい、はい、せーの、三島。はい、入江投手。はい、私は三島投手、同級生。あと中日ですね。お、中日かぶっちゃうね、まだ一対一勝負、一対一勝負。もうさっきも平和食いで分ければよかったんですよ、本当に。あんだけ投手飲むんで。よし、じゃあ私もここ行こう。いい？はい。はい、せーの、祖父江。勝野投手ね。はい、私は祖父江投手で、あとは私自由に、あとファイターズとホークス選びます。僕、オリックスはバンド。ホークス、バンド。鈴木健也にしようかな、じゃあ。もう全然全部選んだろ。もう終わりました。うん、誰？僕上から巨人が菅野投手、阪神と中日、勝野、広島、栗、ヤクルト、ピーターズ、DeNA、入江、楽天、安楽、日本ハム、ポンセ、ソフトバンク、東浜、オリックス、小野、ロッテ、三馬、西武が与座。俺は中日、柳、ソフトバンク、石川、ヤクルト、吉村、日本ハム、加藤、オリックス、田島、楽天、岸、巨人、直江、DeNA、石田、ロッテ、西野、阪神、岩崎、西武、水上、広島、玉村で、貯金30。 お、じゃあ、あのファイターズ、鈴木にします。ケンヤ。はい、はい、鈴木刑事。え、ケンヤさん、一郎。ケンヤさん、鈴木、鈴木一郎。じゃあ、はい、私がライオンズ松本、タイガース西純也、イーグルス滝中、カープ遠藤、ヤクルト木澤、オリックス本田、ジャイアンツ赤星、マリーンズメルセデス、 DeNA 三島、ドラゴンズ祖父江で、ホークスバンド、ファイターズ鈴木です。お、な、貯金何個？え、貯金いくつって言いましたっけ？30 31。さあ今日は防御率対決です。はい、はい、防御率対決は全員の防御率を足していって一番低いやつが勝ちです。はい、でその中でルールとしてはこれはもうリリーフも全員入れていいから、うん、先発もリリーフも全員入れていいけども、はい、規定投球回に行かなかった場合は、うん、プラス1点上がります。はい、うん、だから規定投球回行かなくて防御率が 2.50 だったら 3.50 になります。はい、でリリーフピッチャーは40試合登板しなかったらプラス1点上がります。はい、でプラスアルファ、これは両先発もリリーフも両選手そうですけども、はい、15試合登板しなかった場合は、うん、もうプラス1点上がります。はい、で10試合1桁登板数の場合は、うん、もう1点上がります。はい、だから先発ピッチャーだからもう20試合投げましたと、うん、で規定投球回いきませんでしたと、はい、っていった場合は1点。はい、で14試合しか投げませんでした、うん、規定投球回いきませんでした、うん、2点プラスになります。ほう、で、規定投球回いきませんでした、
8試合しか投げてません、うん、3点上がります。おそうじゃないと1試合投げて 0.00 とかあるからたまに、はい、そうですね、うんうんうん、でリリーフの場合はリリーフしかしてなくての場合はリリーフと先発両方する場合あるんで、うん、リリーフと先発を両方した選手は15試合が目安ですけど、はい、1年間でリリーフしかしてない選手、これはもう先発しなかったら分かるんです、うんうん、リリーフしかしなかった選手は、20試合投げなくても1点上がります。だ要は30、うんはい、だから30からでしょ、40試合オーバーしたらもうそのままの防御率です、はい、で 30から40の間だと1点上がります、はい、で20から10、30の間にもう1点上がります、はい、で20以下の場合はもう1点上がります、はい、リーグだけだと。分かりました。試合数でだいぶ変わってくるんですね、はい、だからもし19試合しか投げなくて防御率が1点の場合は、はい、3点上がります。だから4になります。4、はい、わお。だリリーフは試合数、はい、で先発は試合数プラス規定投球回、うんうん、で両方した先発とリリーフを両方した選手は先発だけの、はい、ルールに適用します、うんはい、その代わり先発とリリーフの登板数で、うん、リリーフの方が多くなった場合は、うん、リリーフのルールでやります。はい、わかりました。どっちがだから先発12試合してリリーフが8試合の場合は先発として見出します、うん、先発8試合でリリーフが12試合の場合はリリーフとして見出します、はい、ということで、はい、だからもう全員だからピッチャー、うん、そうですね、防御率もう私1巡目決めてるんです。決めてんの、はい、俺も第一印象から決めてました。私ももう第一印象からもうこの人だって決めてました。決めてたの、はい、おらこれで、これはこれかぶったらやだな。勝ち星以上にかぶったらすごい、うん、まあ その選手はやばい。そうですね、うん、どれだけ信用度厚いか。いや、かぶしてこないでよ、マジで。私も第一印象からこの人だから。決めてたの。決めてました。俺も第一印象から決めてました。決めてました。いいですか。はい。いいですよ。はい。せーの。佐々木朗希。うわーみこやめてよー。誰ですか。オスナ。オスナ。ソフトバンク。あー。はぁ、佐々木朗希取れないの。やっぱこれもうね、オスナ1点台確実だから。はい。いや、もう。で、40試合投げればいいからね。え、先生もマジで本当に佐々木朗希、うん、ほわマジで朗希すごいね、人気すごいね。いや、消えた。はい、消えた消えましたよ、本当に。いやマジで、ね、視聴者の皆さんどうですか。佐々木朗希で被った人多いですか。オスナと被った人いますかね。オスナと、あ、ちなみに、あの、もしその選手が、はい、1試合も投げなかった場合1試合もね、はい、仮にあるじゃんね。はい、ありますね。1試合も投げなかった場合は、うん、プラス、10点になります。はい、いいですか。分かりました。これはやっぱり戦略的に先に選びたいみたいのがあるじゃないですか。どういうことあるじゃないですか。だからなんか防御率がゼロに近いピッチャーが何人もいるチームだったら、まあ後でいいかなと思います。でもあとはその試合数投げるかどうかが、ね、それですよね、うん、はい、じゃあ、 私あとはまあ怪我もあるからね。そうなんです、それ怖いですよね、うんうん、やっぱ体強いやつ選びたいよね、はい、いいですか。はい、じゃあせーの、増田。ライデル・マルテル。あ、いいです。あ、私もロッテから増田投手。はや、あ、ロッテ、増田、はい、おー、ちゃんとそこ声合わせてくれる？せーの。いや、そうですよね。私今せーのって言いましたよ。ほんとそんな、このゲームで緊張感出すのやめてくれる？そう、どもどもんでやめてくれる？コメントの今、あの、つまずきあったよ。行きましょうね、うん、行きましょうね、どんどん。よし、いいですか。せーの、大勢。松井裕樹。大勢。はい、私松井裕樹。青柳、はい、いや俺も今一瞬青柳行こうかなって思ったんだよ。私もね、青柳として行こうかなって一瞬思ったよ。青柳行こうか大勢行こうか迷ったんだよね、うん、でもよかった、青柳って言ったらかぶってましたね、うん、そしたら先生も取れないのか、うん、こうあれしようか、6人までしか先発とリリーフ6人ずつにしようか。それの方がいいっすよ、うん、リリーフが投げます。うん、だから先発とリリーフ6人ずつ取んなきゃいけないっていう。あ、そういうこと。うん、それにしよう、急遽です。え、
ちょっとまた変わってくるじゃないですか、私。まあだから2巡目だからいいじゃん。まあまあまあ、まだまだ、ね、追加ルール発表です、はい、あのリリーフ固めになっちゃうんで、はい、先発リリーフ、はい、6ずつで、6ずつ、あ、6人ずつ、はい、にしてください。マジか、俺はもうリリーフ2人ちょっと取っちゃったから。私もリリーフ2人取っちゃった。はい、いきます。じゃあ私も決めた。はい、決めた。はい、早くな。決めました。先生、かぶんないでよ。大丈夫っすよ。いや、かぶりそうでやだな、なんか。かぶらないです。かぶんないですか。はい、はい、いくよ。はい、せーの、今永。おお、今永。はい、戸郷。私、山本由伸投手。でもやっぱ先発6人ってなると、先発先取っときたいなっていうのはやっぱり。あとは規定投球回行くやつを選ばなきゃいけないからね。あ、決めた。最初から決めてました。いや、私ももうこの人行きたいっていうのはあるんですよ。あるの。うん、はい、せーの、高橋コーナー。高橋コーナーです。はい、私はホークスの藤井投手です。先生誰？丸？マークです。丸って何でですか？いや、丸って聞こえた。マークですね、うん、決めた。決めたぜ。せーの、高橋宏斗。よし、高橋宏斗です。高橋って来ましたね。私、伊藤博美です。先生は？宇田川。うん、宇田川ね。俺も先発3人選んだからね。私も先発3人です。おお、じゃあみんな一緒ぐらいだね、うん、よし、決めた。いいですか？はい、はい、あ、大丈夫です。いいですか？はい、はい、せーの、佐伯。佐伯、はい、安心。私は広島の床田投手で、先生が上沢投手です。うん、ファイターズ。6、6終わったよ。俺も先発4終わったよ。私も先発4終わってます。もう先発4終わりました。あれ、もういいね、みんなみんないいね。でも先発はほんと、言ってくれよ、規定投球回っていうね。よし、決めた。決めた、はい、決めた。いや、規定行くんかな、あいつみたいな。私もこの人は今年いくだろうと思ってる。はい、はい、そうなの、うん、決めてました。はい、決めてました最初から。はい、もうこの人は行こうって決めてました。いいですか？はい、せーの、高橋奎二。伊勢。伊勢、じゃあケケにするわ俺。ケケまた、はい、ケケ、もうケケって書いておこう、楽だから。もう狙ってたので、先生がタイガ。セーブの先発です。俺も平と迷ったのよ。いや、私ももうライオンズも、あと規定、平規定東京会行くんかなと思って。いや、だから高橋コーナーにして、うん、9回とか投げへんやろ、ライオンズも。よし、 OK。 私は、うん、やっぱこの人だな。いた？いいのいた？いいのいました。せーの、種市。石山。おじば石山。俺、種市。はい、種市の一番の不安は、うん、規定投球回生かすかなっていう、吉井さんが手が明けですから、ね、それだけが心配なのよ、はい、だから防御率2点前半でプライチだっても3点2個っていう、うんうんうん、っていう。私やっぱりもうヤクルト石山投手は今年はもうがっちり頑張るだろうなっていう、ね、去年離脱とかありましたよね。先生が小島投手ですね。はい、ロッテの。これで僕、先発終わりました。はい、私もあと全部被ってない、もう被ってるので。そうなの？私もあと自由で選べますように。ライオンズ、タイガース、ジャイアンツ、ドラゴンズ。先生はあと僕、DeNA、広島、ヤクルト、うん、OK、ソフトバンク、うん、これまだ俺、先生と広島がまだ。おー、じゃあそこ勝負ですね、うん、私ちょっと自由に選べるんで、うん、これ広島かぶったら大したもんや、うん、俺に。これって6、6でちゃんと分配させないからですよね。うん、そうだよ。俺に中継ぎリリームみたいなね。俺にかぶせてきたら大したもん。いいですか？はい、せーの、松本。あー、そっち行ったかー。
本龍也投手か。いいね、確かに、うん、そうですね、それはもう松本よ。お、俺先発終わってる、あとリリー。じゃあ私、9巡目大野雄大投手。じゃあ俺楽天、はい、ソン。あ、チャホ、うん、僕ヤクルト清水、うん、もう清水はもう安定の50試合以上投げるからね、はい、うん、いきます。確かに私抑え結構取ってるから40いってくれるかなっていうのあるんですよね。僕 DeNA 山崎康晃。じゃあ俺オリックス、はい、山崎総一郎。そう来ると思いましたよ、うん、で僕ソフトバンクモイネロ。40試合いく、大丈夫いでしょ。でも使わんでも勝てそうなんだよ、ね、そこだけ。ハム、じゃあ俺石川直也にするわ。抑え、うん、OK。 じゃあ私、ジャイアンツがちょっとオープン戦でもすごい良かったこの白木投手。ジャイアンツ、おー、新人王あるぞ、あるぞ。伊賀バサマじゃなくて、はい。でタイガースが湯浅投手。じゃあ私ライオンズ今井投手で、でこれで66でいきました、はい、俺も66、はい、俺オスナ大勢、今永、高橋コーナー、高橋刑事、佐伯、高橋宏と、種市、松本、孫、山崎総一郎、石川直也。はい、で私がまず先発から言うと山本、藤井、伊藤大海、床田、大野雄大、今井投手で、リリーフで6人が増田、直也の方と松井裕樹、伊勢、石山、白木、湯浅です、うん、結構いいと思うんだよな私。僕先発が戸郷、青柳、上沢、平、小島、マート、うん、リリーフが山崎、安崎、ダイエル・マルティネス、栗林、清水、モイネロ、宇田川、うん、これいいんじゃないですか。いいね、うん、私は結構なんか今回いいなって感じです、うんうん、これまあ、あとはね、うん、あとはイニング投げるかどうかだからね。結構抑え取っちゃってるんで、試合とね、うんうん、まあまあ、はい、ね、皆さん誰が勝つかぜひ応募お待ちしてます、はい、さあ今回は、はい、奪三振率勝負です、はいはい、率ですからね、勝つじゃないから。奪三振率、はい、だからリリーフの投手陣も入ってきますよ、はい、だから要はそのピッチャーが1イニング投げたとしたら、うん、何個三振取るのかっていう奪三振率です。はい、はい、その年に取った数じゃないわけですね、はい、あ、だからリリーフも選べるってこと。選べるんですよ、はい、うんうん、だから今回のルールも、はい、12球団、はい、1チーム1人、うん、で被ったら取れません、はい、ドラフトで、はい、で先発6、リリーフ6です。だから 6-6、 必ず 6-6 になるように取る、はい、でしかも、ここからが、ピッチャーは規定投球回数いかなかった場合は3分の1減ります。はい、だからもし3分の1減る、だからもし12だった場合は4減ります。4も減るの、はい、で、先発が15試合投げなかった場合は、はい、半分になります。半分、はい、だから16だったら6になります、うんうん、でリリーフは、うん、40試合投げなかった場合は3分の1減ります。3分の1、はい、25試合、投げなかった場合は半分になります、うん、半分、うわーまあまあ、通年通して頑張れる方を選んだ方がいいってことですね。そうそうそう、怪我なくね、怪我なく、はい、でもいつ怪我するか分かんないからね。奪三振率だからね、はい、これ一番最初誰行くか大事よ。うん、本当ですね、うん、一巡目迷うな一巡目かぶりたくないな。いや、かぶりたくないよ。一巡目かぶりたくない。いや、よし決めた、もうここでいいですか、うん、第一回選択気持ちいいし、いいですか、はい、いいです、いいですか。じゃあ皆さんもね、一緒にやってくださいよ、はい、皆さんの第一巡目も一緒にやってください。全員でね、はい、いきますよ、はい、せーの、松井裕樹。わーえ、佐々木朗希松井裕樹ですなんで佐々木朗希なのいや、佐々木でしょ、僕絶対一本釣りできると思ったんですけど。え、なんで、え、佐藤さん、松井裕樹、はい、いっちゃいました。あ、欲しかったな、楽天で。よっしゃ、あ、佐々木ですか。はい、佐々木いなくなった、やっとやっと、あ、いなくなるのでかいからね。いや、そうなんですよね、かぶったらもういなくなるからね、やっと。いいもん、別に。うわー、これ40試合投げてくれるかとか、そういう子もありますよね
じゃあでも元気でリリーフをもう1年間やったら40投げるからね。そうですね、うん、よし決めた、はい、決めました、うん、はい、せーの、大勢、私大勢投手で、あ、ジャイアンツ山本さん行きましたか、はい、じゃあまあ佐々木朗希選手か山本由伸取れたらいいっていう計算そう、でまず一旦潰そうと、うん、人を、うん、佐々木いなくなったね、本当にもう佐藤さんも先生も性格悪いよ。いやいや、そうです、佐々木なんて行くのは当たり前だから、俺はそれを行かないで松井裕樹って言うから、いや私も絶対先生は違うとこ行くと思った。いや佐藤さんももう佐々木朗希を外してくるだろうなって気がして、なんでかぶせてくるの本当にもう。さあじゃあ第2巡いいですか。はい、いや全然ダメです。またどっから行くの、考えすぎだよ。あの例えば伊藤博美投手が今先発やってるじゃないですか、うん、これはシーズン途中から中継ぎに戻った場合、こういう場合どうしますか。中継ぎに戻った場合は、うん、だからもし先発で15投げててリリーフで25投げた ら両方クリアしてたら最低限のランクを、はいはい、だからセーフです、はい、そしたらもう 、はい、満票です。最低限のやつを両方クリアしてた、だから先発だったら15試合とリリーフ25試合がクリアできてれば、うん、だもし先発5試合とかだったらリリーフはもうその全部クリアしていかないと、チーム事情でちょっとあるかな、うん、よし決めた、いいですか、いいですか、はい、じゃあいいですか、うん、せーの、タネイチ、うわロッテ取っとこうと思ったんだよ。一緒の考え、一緒の考えだった。うーわ、2連続かぶり。もうそんなに考えてタネイチ出す音じゃなかったよ、もう一瞬だったよタネイチは。いや違う、だってその本当にこう行くか、それともやっぱり取っとくべきチームのところに行くかで迷ったんですよ。先生誰、僕は藤井、もう、はい、ロッテもう誰も選べなくなっちゃったね。いやいや全然いるよ全然いるよ。もう佐々木種市ね、かぶっちゃって。そっか、そしたらもう決まりました。うん、決めた、いいですか、はい、せーの、高橋奎二、はい、ヤクルト平、ヤクルトはね、あの打たして取るピッチャーが多いからね。うん、あ、そうですね、うん、うん、カイラってどっちですか。あのライオンズの方、はい、じゃあ3巡目か、いいですか、じゃあ先生ここ行くだろうな、うん、いいですか、いや早いって悩むの。じゃあ決めた、いいですか、はい、じゃあ行きますよ、はい、せーの、モイネロ、モイネロ、モイネロ、先生誰、マー君。もうなんで佐藤さんと考えること一緒なの、もう本当やだ。もうあれちゃう、映ってきてんちゃう。だってこんなピッチャーいっぱいいるんですよ。そうですよ、全部かぶり、全部かぶり今。まあいい線いってるってことですね。好きだねかぶり。はあ、嘘でしょ。よし決めた、いいですか、うん、せーの、高橋宏斗、嘘高橋宏斗言ってくる、ここで、うん、いや中日行っとこうと思って。チーム変えたのに、うん、なんでついてきてんすか。え、もう先じゃモイネロ高橋宏斗分けてくださいよ。もう最悪。おい、どうすん、どうすんだよ、どうすんだよ、本当にもう。もう俺はいいよ、俺はもうできてます。もう決めました、うん、もうかぶんない、それは他、それは俺が言いたいよ。いいですか、え、もう決めましたよ、うん、じゃあ行きますよ、え、やばい、なんかかぶりそうで怖い、これ行くとこ行ったら一緒な気がする、行きますよ、はい、せーの、ライデル・マルティネス、来ると思ったんだよ。潰し合いじゃん、もう外していこうよ、じゃあ、いや、そう、外していきましょうよ、だから、うん、真似しないでよ、俺の、いやいや、真似してないよ、もうこうやって被るのが一番良くないんですよ。そうですよ、どんどん人消していってるからね、ほんとそうですよ、うん、
いいですか、いいですか、はい、もう被らないですか、大丈夫ですか、もう被んないっす、いくよ、はい、せーの、栗林、え、あのヤクルト、俺栗林、広島、はい、佐藤さんが栗林、栗林と先生がマーク、先生がマークってことは、私はイーグルスは後でいいんだ、次です、はい、もうやばいっすよ、かぶってるの今 1,2,3,4 5人もかぶってますからね取れないです、まあ先生も取れないってことですかね、そう次、うん、いいですか、はい、もう全然ダメっす、早く、だって今これリリーフ先発でしょ、でもいいですか、あとですか、でも私欲しい人5人もかぶっちゃったんで、じゃあはい、決めました、いいですか、うん、次40名ですね、うん、はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、トコ、うわー確かにね、宮西投手、あ、宮西、うん、宮西、40試合投げるから、宮西がちょっと見えました、え、40投げない、うん、今、勝利投手のとこいないからね、方程式入ってないから、あー、でも大丈夫、勝利の方程式入ってなくても中で投げればいいんですよ、トコ、うん、はい、大丈夫です、大丈夫な、はい、じゃあいいですか、はい、せーの、グリフィン、巨人、乗らないと決めてるんですよ、グリフィン、佐伯、はい、阪神、東郷いなくなったじゃん、決めた、決めましたか、決めました、じゃあいいですか、はい、せーの、高橋コーナー、大瀬良投手、高橋コーナー、上沢、いやこのリリーフと先発の比率ね、そうなんですよ、これも考えながらいかなきゃいけないからね、そうなんですよ、おう、伊藤博美やめたの、やっぱりリリーフも行ったら困るから、いやまあちょっとね、僕も先発5枚取っちゃったんですよ、そうなん、先手一勝で早いね、はい、じゃあ俺もリリーフ先取っていこうかな、えいきますよ、待ってまだなの、むずいって、ある球団が一番難しい、やっぱ悩んでるとこ一緒だったらすごい嫌だな、はい、 OK です、僕これでいきます、もうこの糸が投げなかったらもう無理です、いやでも三振そんなに多い、まあ、でも通年頑張るっていうことを考えた方がいいかもしれないな、奪三振率って、うん、アウトの中の三振の数ですか、投球回ですか、そうそう、 1試合投げたら何個だ、防御率だったら1試合投げたら何点取られるかでしょ、はい、奪三振率は1試合投げたら何個三振取るかだから、だから防御率悪くても、うん、三振取るピッチャーの方が奪三振率が高いってことですよね、そうもちろん、なるほど、防御率が低いいいピッチャーよりも三振取るピッチャーの方がいいってことですもんね、うん、でもそうしたら試合数そんな投げなくなるから、そうなんですよねそうだよな、途中から出なくなるもんなそこなんだよな、それむずいって、だから大げさに言うと、うん、奪三振率12なのに、うん、リリーフで40試合投げないやつより、はい、奪三振率9で40試合投げてるやつの方が上だからね、4分の1、ね、うん、3分の1減るから4減るから8になっちゃうからね、そうですよね、うん、しかも25試合投げなかったら6になっちゃうからね、そうですね、まだですか、じゃあ私この人いっとこいいですか、うん、いいですか、決めました、はい、せーの、西純也、あ、西純也、あペルトも三振取ろう、僕これ教えてください、ロッテだって一番いるんですかこれ、いやまだだって袴田さんロッテ取ってないから言えない、あ、そっか、うん、私は涌井投手信じるんですよ、もうオスナみたいになってくれんかな、涌井、はい、大丈夫、もう今年は規定投球回いかへんで、いやもう今年は通年投げてくれると思っている、涌井さんいい、涌井さん、うん、今年は大丈夫だと思う、じゃあもう3分の1減るのはもう覚悟で、いやいや、今年は規定投球回行く、行くの、行く、お、中日のやっぱり苦しいところを涌井投手助けると思う、そうやね、やっぱ先発は
規定投球回絶対行くやつ入れた方がいいよな、うん、3分の1減るってでかいよね、大きいと思います12で4も減るんだもん、うん、あ、そう、まだ20や行くから、うん、いやー青柳とかにしとけよかったかな絶対行きますもんね、アンパイの人入れといた方がいいですよね、うん、そうやな、そこやな、阪神私後でいいんだ、うん、規定投球回か40試合絶対投げるやつ、うん、じゃあ通年通して頑張ってくれる人の方がいいですよね、いや大丈夫、西純平は頑張ってくれる、うん、規定投球回行くかな、規定投球回って結構やからな、ペルドも40試合投げるのか、ペルドは投げます絶対投げます、枠井投手今年いけそうだよね、絶対行きます、いや規定投球回やぞ、うん、行けます、規定投球回って、はい、あでもなかなか行く人いないですもんね、5回とかで変わってたら行かれへんで、いや行けます、結構今年やっぱり今なくてはならない存在だったんですよ、そうなん、今のところでも6回負けてるけど、はい、6回とか投げてるよね、ずっとね、絶対いますよ、うん、いやこのね男気で涌井投手は今年は行くよ、絶対います、うん、もうなんか先生何の根拠もないけど先生に絶対行くって言われたらなんかちょっと安心するわさあ70巡目、私今先発が 1,2,3 今半々だ、私決めた、いいですか、うん、いいですか、はい、せーの、オスナ、オスナ投手、うん、ソフトバンクの、はい、小笠原、ヤクルトのオスナでしょ、だから三振取れへんからゼロだから、ヤクルトの方でしょ、違います違います、ソフトバンクのオスナですそっちのオスナ、うん、俺はあのエスコバ、エスコバね、エスコバはもう絶対40試合投げるから、うん、オスナ投手も絶対40試合投げるから先生誰だっけ、僕ね、小笠原投手、ああ。さあ次80巡目、はい、オッケー、うん、オッケー、はい、はい、いいですよ、はい、いいですか、はい、せーの、山田理想一郎、うん、俺、西野、はい、ロッテ、ロッテの山崎そうです、そう、うん、先生は僕、入江投手です、あ、DNA、はい、ってことはもう被んないのかな、私、はい、あ、もう俺、あ、私も被んないです、俺ももう全部被んない、じゃあもう次に選ぶ感じで、じゃあ、リリーフが 1,2,3,4,5 だからあと1人か、俺今1、俺あと先発あと1人だから、俺先発で、ね、ソフトバンク、はい、石川シューターだ、うん、これで俺先発 OK、はい、私イーグルス、うん、あ、待って待って、あ、まあ乗り元で行こう、まあ順当だね、もう乗り元しかいないよね、うん、最多奪三振を何年連続取った人ですから、うん、先生はもう誰でも取れんだよ、うん、水上で、西武、水上、はい、ロッテ、DeNA、タイガースだから、ヤクルト、広島、巨人、でもやっぱり中日は清水、そうそうやっちゃった、広島、うん、ケムナ、ケムナ、はい、ケムナ、日本ハム、今のいや三振取るんだったら石川直也とかもな、いいんだよね、石川直也でしょうかな、これ40試合投げる、投げますね、投げるやろ、はい、これ、うん、俺石川にするやっぱり日本ハム、じゃあ私 DeNA 今永投手で、うん、でも俺宇田川にするわ、体強いって言ってるから、うん、じゃあ強いっすよ、うん、よし OK、阪神、桑原、桑原、はい、今私あとリリーフ1人、うん、先発1人なのでどっちをどっちにしようかなっていうのがあって、もう選び放題じゃん、いやそうなんですよ、あと佐藤さんロッテ誰がいいですか、あ、僕あのヤクルトは木澤でいきます、あ、木澤ね、平成、うん、もそれそうしたら俺の判断になるなもうあれでいいやん、沢村、中村、中森で、ん、中森、中森くん、じゃあ俺の新人王予想、去年のさあさん、中日誰でしょ、俺中日は清水、西野とかどうなんですか、でも俺が取ったのか、まあ人の話聞いてんのでも増田か沢村しかないよ、うん、どっちかだ、そうですね、うん、じゃあもう増田投手行こうかな、うん、そうですね、もう安定、そうだ、増田投手行こう、うん、で、阪神先発や、うん、青柳投手かな、青柳ちゃん、うん、青柳投手ですね、西勇輝も取れるんですよ、うん、
いやそう両方とも多分規定投球回いきそうだからどっちにしようかなってなって西の方が三振取るかな。西の方が今年はいいんですよ。っていうのは、うん、梅ちゃんでこれ使ってもらってるでしょ、うん、梅ちゃんってセットなんで、うん、いいんですよ。西は規定投球行くか絶対交渉頑張ります。西取ってるよ俺か。西純也でしょ西雄一のよし私西雄一にしよう、はい、同い年なんで同級生決まった、うん、よし、 よしこれで、はい、全タイトルの全、うん、まあこの遊びのゲーム、はい、終わりです、うん、だから打率、うん、ホームラン打点か打点もやそうで、勝ち星、うん貯金奪三振防御率で防御率だから全7項目7個もやったの、はい、でこの奪三振率は全部を足していって、はい、一番高い人が勝ちね、はい、はい、そうか、うんで先ほど言ったようにマイナスあります、はい、で全7項目で1位が1ポイント、はい、で2位が2ポイントで3位が3ポイント、はい、でこれを全部足して一番少ない人がチャンピオンですよ、はい、これチャンピオンなんかご褒美あるんですか。チャンピオンどうする。チャンピオンチャンピオン見てるからだから来週じゃあチャンピオン、はい、チャンピオンはだから、はい、じゃああれにしよう、敗者2人が、はい、チャンピオンを食事におもてなし。あいいっすよ、自分のおすすめの店を、うん、行ってきてくださいって、うん、一緒に行くんですよ3人、で自分のおすすめの店を紹介してチャンピオンにご馳走するっていう。えやだよそんな。でも見てる方がもしかしたら、うん、あの私のこれをチャンピオンにプレゼントしたいとか、うん、企業さんだったらなんかちょっとなんかね、ジャルが見てたらもしかしたらチャンピオンへの、あ、確かにそういうことも、ね、見てる方あるんで、うん、あ、じゃああれにしようよ、チャンピオンに、その、うん、チャンピオンにふさわしいものをクリスマスプレゼント、うん、あ、いいっすね、自分の中でそれにしようよ、うん、だ敗者2人が、はい、チャンピオンにクリスマスプレゼント。佐藤さんチャンピオンになったらちょっと面倒くさそうじゃん。ちょっとこれご褒美やめて罰ゲームにしようか。それにしようよ。そしたらいいじゃん、チャンピオンにクリスマスプレゼント。じゃあそれを買いに行くっていうのを取りましょう。じゃあ確かに佐藤さんにクリスマスプレゼントっていう、佐藤さんにチャンピオンだったらね、うんうん、チャンピオンにクリスマスプレゼントにしようよ。そうしましょう、うん、で何買ってくるかっていうね、うんうん、オッケー。じゃあチャンピオンに私たちからというか負けた2人からもう負ける前提負ける前提ですか。私意外と、ね、防御率はいける気がする。いや7項目ある7項目あるけど、でそれで、はい、タイトル、うん、選んだ人の中から、うん、タイトルホルダーが、はい、だから要は奪三振率も1位、すべ、うん、てにおいて NPB の中のタイトルを取った人が、うん、取ってる数が多い人もチャンピオンだから。はい、でも結構かぶってるからね。あ、そうしようよ。だから7項目中そう足していった一番少ない人が、まあ、チャンピオンじゃん、うん、がこれはチャンピオン、はい、でタイトルホルダーを一番多く取った人もチャンピオン。だから1人敗者になったら、うん、その人が2人にプレゼント。でこれはまたね、オールスターブレイクくらいで、はい、ちょっと中間、うん、7項目中間やるんですか。だからそれは投手園野手園で2つの動画で見て、はい、2つとかで、うん、はい、ちょっとそれは中間やりますから。そうですね、うん、もうね自分が誰選んだか覚えてないです。7項目やったらこれ勝負だね、はい、だからね視聴者の皆さんもこれ7項目ね、うん、全部やってみてね、はい、自分はどうだったかやってゲームするとね、うん、面白いんでね、はい、ぜひ皆さん一緒にやってみてください。ありがとうございました。